横浜港未来21横浜ワールドポーターズ横浜ワールドポーターズは神奈川県横浜市中区振興にあるショッピングセンターである1999年9月10日に開業したワーポ、ユープなどと略称される貿易摩擦解消を目的とした輸入の促進及び体内投資事業の円滑化に関する臨時措置法により横浜市港湾周辺地域が 輸入促進地域に指定された。指定を受けて1995年3月に輸入促進を図る商業流通施設として横浜市、神奈川県中小企業基盤整備機構マイカルらが出資する第3セクターの株式会社横浜インポートマートが設立された。同社が1999年9月10日に横浜ワールドポーターズを開業した。 港未来地区内の12街区と14街区、横浜コスモワールドと横浜赤レンガ倉庫の中間に位置し、ワールドポーターズビルと赤レンガ倉庫側にある立体駐車場の2棟で構成する。オーパが運営するワールドポーターズビブレを中核テナントにシネマコンプレックスイオンシネマを併設している。開業当初は立体駐車場を棟の1から2階に輸入食材を 豊富に揃えたワールドフードマーケットや副食品、雑貨の小売店のテナントで構成した横浜ワールドポーターズ博来館エリアが存在したが2000年代後半頃に撤退した。現在はサービス業や飲食店など一般のショッピングセンター同様のテナント構成でカジュアル医療関連や家具、インテリアを中心としている。 横浜港未来地区で駅から少し離れた新港地区に位置するため、1階にハワイ関係の食品、雑貨店を集積したハワイアンタウンエリアを新設するなど非日常的な要素も取り入れて集客を図り、2013年度の来店客は約1011万人であった。2019年に横浜市は株式会社横浜インポートマートの 発行済み株式のうち約4割にあたる地保有分をイオンモール株式会社へ売却し民間主体の経営で施設の魅力向上を図る。6階は設立目的の貿易摩擦解消、輸入促進に沿う横浜ワールドビジネスサポートセンターが設営されてテネシー州政府日本事務所やミシシッピ州政府中日代表事務所が入居しているロープウェイによるアクセス ありがとうございます。